皆さんこんにちは、ミラニスタです。前回までは確かああなってこうなってああしててこうしてああすることでカーメンズの村に到着しました。でちょっと前回見損なったのがあったらしい。今も見れるのかわかんないけど。とうとうセインガルドに入ったか。早くダリルシェードへ行きたいな。あんたは私たちの護衛役だってこと忘れるんじゃないわよ。先にハーメンツの村へ行くのだったな。そう、ハーメンツの村はジェノスから見て北西の方角だからね。あ、これだな。これ見てない。さっきの戦い納得いかない。こんなんじゃまだまだダメね。見たかスター、ルーティーはああして常に己の戦いぶりを反省しているのだ。お前も見習わねばならぬ。せっかくマリーたちに任せてガルドを探したのに全然儲からなかったわ。ごめんなさい、こういう子なのよ。戦闘画面違う、戦闘の部分は全てカットしてるので、さっきの話が分かんなかったらちょっと補足しますけど、このサーチガルドっていうのをずっとやってるんですよ。戦わないで。でたまにアイスニードルとかで攻撃したりしてるんですけど、まあなんていうかずっとこれやってましたね。はい、ということでこれだけですね。で何だっけ、ウォルトさんだっけ、に会いに行こうっていう話になってたはずだね。これがおそらく彼の屋敷かな。レンズハンターがそこにいるんですけど、イオン・マグナスという少年剣士が活躍しとると。イオン・マグナスね、誰だろうな。なんだお前ら、ガキが気軽に来ていい場所じゃねえぞ。神殿のお宝の件で話があるの、ウォルトさんに取り次いでくれない？マリーさんどっか行ったし。ウォルトさんがお会いになるそうだ、2階へ行きな。まずは話を聞いてみよう。なんでこっち行ったんだろうな、わかんのかな。まあ、なんだろう。あんたがウォルトね、こいつを見てもらえるかしら。確かに例のお宝だ。あの神殿からよく持ち出せたな。私たちにかかればちょろいもんよ。お前ルーティー・カトレットか。聞いてた話と特徴が一緒だな。どこで何を聞いたのか知らないけど、確かに私がルーティーよ。そうか、お前があの主戦闘強欲の魔女で名高いルーティーか。なるほどな。だったらお宝を手に入れたのも頷ける。人の目の前で堂々と悪口並び立てないでほしいんだけど。今までどんな人生を送ってきたのだ。通り名があるのってかっこいいな。かっこいいのかなこれ。あ、私のことはいいから商談に移りましょう。じゃあ早速報酬を。おっと、1万ガルド。ふざけるな。依頼状には5000と書いておいただろう。私の目は節穴じゃないわ。このお宝なら相場はもっと高いはず。他へ持って行ってもいいのよ。さあどうする。ほら、ことを荒立てる気？こっちにだって護衛役はいるのよ。あ、どうも。俺に睨まれても動じないとは、大した肝の太さだな、兄さん。あのさルーティー、これってゆすりって言わないか？そんなことを考えていたのか。違うわよ、
私は別にこの人から依頼を受けたわけじゃない。私が独自に手に入れたお宝を持ってきただけだから立派な商談よ。なるほど、それなら問題ないか。正しくないことはするなってのもエルロン家の家訓の一つだからな。面白いな兄さん、気に入ったぜ。いいね通り払ってやろう。毎度あり、話の分かる人でよかったわ。さて、念願のお宝も手に入れたことだ。一つ祝いの宴と行こうか。お前たちもぜひ参加してくれ。共に喜びを分かち合おうぜ。ああ、そういうのパス。めんどくさいから。まあまあ、うまい食い物たっぷり用意させるからよ。食い物たっぷり、こう言ってくれてるんだ。素直に好意を受けないか。うん。あんたたち何結託してんのよ。仕方ないわね、ちょっとだけよ。よし、話は決まった。客人をご案内しろ。うわ、これ美味しいですね。兄さん、いい食べっぷりだな。ますます気に入ったぜ。もういなくなってるしな、なんか怪しいな。マリー、あんたすっかり出来上がってるじゃないの。うん、うん、うん、まちょっとマリーにスタン、こんなとこで寝ないの。やめなさい。スタン、起きろ。ルーティーが我を。もうダメ、お腹いっぱい。勘弁してくれよ、リディス。スタン、おい、スタン。スタン、大変よ。あ、ルーティーにマリーさん、ここどこ。昨夜、あんたとマリーが潰れたから宿屋まで運んでもらったのよ。って、そんなことはいいの。敵に囲まれたわ。敵？はい、これ。どうしてルーティーがディムロスを。どうしたもこうしたも。話は後、急いで脱出するわよ。めちゃくちゃだな。敵に囲まれたってどういうことだよ。私だって知らないわよ。とにかくここからさっさと脱出しなくちゃ。急いでここから脱出するのよ。あーっと、言い忘れたことがあった。前回のやつ聞いてみたら、結構ファンのノイズが、PS2 のファンのノイズがかなり入ってたので、1メートルぐらい離して収録していますけど、まあ、だいぶ減ったと思うんですけど、まあ、減ってなかったら申し訳ないです。それだけです。セーブ、セーブ。ちょっとセーブします。セーブしました。じゃあいきなり行っちゃうか。これはねは結構有名じゃないかな。ルーティーカドレットだな。身柄を拘束する。一体どうなってるんだ。ウォルト、あんたの仕業ね。お前には手配状が出回っている。善良の市民の義務ってやつだよ。これで盗掘者を捕らえることができます。ご協力ありがとうございます。交渉金の件は一つよろしく。ウォルトのやつ、金欲しさに私を売ったってわけ。手配状って、ルーティーは犯罪者だったのか。知らないわよそんなこと。ルーティーは犯罪者なんかじゃない。相棒の私が保証するということはマリーさん犯罪者になるのか。マリー、
せいぜいレンズ監禁の際に担当者を脅して単価を上げるくらいだ。マリー、立派な犯罪ではないか。でもね、それくらいのことで普通こんな取り物にはならないわよ。よし、わかった。ルーティーは心当たりがないそうだ。何かの間違いじゃないか。邪魔立てすると貴様も許さんぞ。そこをどけ。だから、そう喧嘩腰にならずにまずは話をしようって。なんとふてぶてしい態度。もう許さん。ちょ核なる上は全員捕らえてやる。かかれ。どっちに行けばいいんだこれ。わかんねえ。こんな時でもサーチガルドやってんのかよ。おいおいおい。チェーンキャパシティ使いにくいな、ほんと。ルーティーさん死んでるやん。どういうこと？マリーさん何とかしろ。お金言ってるけどさ、ちょっとマジ。ちょっとしろよ、ルーティーさん。レベルアップしました。まだいんのか。ブラストキャリーがブラストゲージが消費して強力なこういう技が炸裂。今下のやつかな。いまいち慣れないなぁ。またレベル上がった。ブラストゲージは攻撃ダメージなどで上昇して、ゲージを貯めるとキャラが動く光り、攻撃ヒット中に L1 2つあるみたいな、ブラストキャリバーが発動。ピンチの時に、連続ヒットのチャンスの時にも使える。なるほど。